試合でファンを驚かせ、インタビューでさらに会場を沸かせた。王者のフルトン、米国、を A トルコで沈めた、スーパーバンタム級の井上尚弥、30。同階級に転向後初戦ながら、フルトンの持つ WBC、WBO のベルトを奪取した。写真、平成の KO キング、坂本博之さん児童養護施設の卒園生や少年院出身者を支援しながら事務経営インタビューでは、スーパーバンタム級最強だと思うフルトンを倒せたので、自分が同階級、最強だと思う、と豪語。さらに、今日、タパレスが見に来ている。次戦、4団体統一戦をしたいと思います。と、WBA、IBF のベルトを持つタパレスに挑戦状を叩きつけたのだ。すると、そのタパレスがリング上に登場。インタビュアーにマイクを向けられると、やや面食らった様子で、自分自身が王者と証明したいので、井上と戦いたい、と答えたものだから、会場は大盛り上がりである。試合後者フルトンを圧倒し、さらに、口約束、ながらタパレスからも現地を取った井上。まだまだこの階級で強さを見せられるんじゃないかな、とも話していたが、バンタム級に続いての4団体統一は思いのほか早そうである。